ウェイトリフティングは今年も全国レベルの戦い。男子102キロ級は3月の全国高校選抜を制した嘉手納3年の石川太陽。大会3日前に腰を痛めますが、スナッチは3回目で114キロに成功、トップに立ちます。しかしそこに立ちはだかったのは全国高校選抜3位、沖縄工業3年の山城慎太郎。太陽はずっとライバル視してて、まあ、最後やっと勝つチャンスが巡ってきたんです。2回目で石川を上回る143キロに成功すると、石川は3回目確実に成功させることを目指して145キロを申告。6本取るっていうのを頭に入れて、自分は言われた重量を知ればいいと思ってたので。スナッチで2キロ負けていた山城、逆転を目指して148キロを申告。自己ベストを2キロ上回る重量です。ライバル対決は石川に軍配。全国総体でも上位争いが期待される2人はさらなる飛躍を誓います。全国ではまあ少しでも太陽にプレッシャーを与えられるよう頑張っていきたいと思います。日本一は本当に絶対取って、この自分の追加点だと思っているので、6本成功の自己新で日本一取りたいと思います。ウェイトリフティングは去年全国中学生選手権を3連覇した高校1年生たちも存在感を発揮。高校では全中と同じように高校インターハイで3連覇目指して、で中学校高校と6連覇できるようにしていきたいです。55キロ級は元部1年アメク・ホシナ。去年14歳にして17歳以下の世界ユースで5位入賞を果たした逸材は、大会3日前に足を捻挫するアクシデント。全国総体出場に必要な最低限の重量にとどめるも優勝を果たしています。しっかり足の怪我治して、次インターハイとか大きい大会でも日本高校新記録とか自分の目標を一つずつ超えれるように頑張っていきたいです。